皆さん新年明けましておめでとうございます。小原克弘です。特に、いつも小原克弘オンラインや、小原ブログを、ご覧いただいている方々、今年もよろしくお願いいたします。ブログや、ウェブサイトを通じて、私が、普段考えていることや、感じていることを、様々にこれからも、発信していきたいと思っています。で今日は新年ということもありまして、新年の抱負をですね、この YouTube を使って、初めてこう発信する試みをしてみたいと思いました。で特にですね、今年の抱負ということで、まずは私が、趣味、それから教育、それから研究ですね、こういった3つの柱で、それぞれどういうことをこうぼんやりと思い描いているかっていうことをですね、最初に、その3つに分けてですねお話をしていきたいと思います。で、まずですね小原ブログでも、テーマに最近のテーマにずっと使ってきてるんですけども、この、リラックマのようにですね、本来はこのリラックマの精神でいきたい、リラックスしてですね、のんびりとした生活のペースの中で、いろいろやっていきたいとは思ってるんですけれども、なかなか、状況がそれを許してくれないというところもあります。しかし、私のですねベースはやっぱりこうリラックマ的なところがありますので、のんびりとしたですね気持ち、ゆとりのある気持ちを、どこかにきちんと持ちながらですね、しかし病気にならない程度に、頑張って、仕事も回していきたいなと思っています。で今年はですね、ブログでもこうだいぶ紹介したんですけども、このレモンがですね、大豊作でした。こういったレモンがですね、おそらく150-160個は取れたんじゃないかなっていうふうに思います。だいぶ人にあげたものもあるんですけども、今ですねこのレモンをこう、半分に切って、そしてこう絞ってですね、蜂蜜レモンにして、飲んだりしています。そうすると、風邪対策にもなりますので、今年はですね、本当にレモンに恵まれました。ただ私の趣味の一つに、こういう果樹作りとかですね、果樹菜園、それから野菜作りなどがありますので、今年もですね、いろんなこうことに、挑戦していきたいなというふうに思います。ただですね、これもちょっと時間がですねないとなかなか立派な野菜とかですね作れないんですけれども、今までですね結構こう失敗してきたものがいくつかありまして、例えばスイカですね、スイカはなかなかですねうまいことこうできないんですね。ですから、今年は、スイカをこう成功させたいと。で、その他にですね、トマトとかキュウリとかその他のですね、定番の野菜などは、作っていきたいなというふうに思っています。これは私のですねささやかな趣味の、一つです。それから、もう一つ、教育の面に関してですね、私が、今年度、今年ですね、やってみたいなと思っていることが一つあります。2000年の頃にですね、全国に先駆けてインターネット授業っていうのを してですね比較的注目を浴びたんですけども、2008年度にはですね、単にですねインターネット授業で配信するだけではなくって、この iPod、iTunes を使ってですね、このポッドキャスティングといいますけども、ポッドキャスティングによる、授業配信をしてみたいなというふうに思っています。はい、これはですね、わかるでしょうか。わかる人はすぐわかるんですけども、これはiPod Touch というですね、比較的最近出たiPod の、一つなんですけども、こういったですね、iPod Touch とかですね、それから最近出てるビデオ対応の、iPod などを使って、この iPod の中で、授業全体をですね、もう見ることができるように、例えば、電車で、通勤途中にですね、このヘッドホンで、この iPod を見ながらですね、授業をこの見てしまえると。そういうふうなですね、パソコンがなくても iPod があればですね、授業を履修できるような、そういうふうなですね、仕組みで新しいですね、授業配信の工夫をですねしてみたいなというふうに思っています。これは私にとっても初めての試みですし、正規授業を
iPod っていうかな、ポッドキャスティングで配信するっていうのは、これはもうおそらく全国でも初めてのことですので、ちょっとですね、若干技術的にも緊張しているところもありますが、まあ、しかしApple Japan が協力してくれそうな雰囲気ですので、まあ、なんとかですね、これを成功させて、まあ、新しいですね、教育スタイルというものも世にですね通ってみたいなというふうに思っています。まあ、今この iPod で配信するポッドキャスティングでですね配信する授業として考えているのは、見学の精神とキリスト教というですね、まあ、そういう科目があるんですけども、これをですね、まあ、配信したいなというふうに思っています。まあ、当然ポッドキャスティングで配信しますから、これは履修する学生だけでなくてですね、もう世界にいるですね、誰であってもですね、インターネットにつながっていれば、あるいは iPod を持っていればですね、それを見ることができるようになっています。はい、それからですね、次に、研究面について、まあ、今年の抱負なんですけども、まあ、これまでですね、まあ、5年間やってきた21世紀 COE プログラムが今年度で、終了する、2007年度で終了するっていうこともありますので、まあ、そこで一旦一区切りですねつけて、まあ、なるべく自分がこれまでやってきたことをうまくまとめていきたいなというふうに思っています。で、私はこのですね3年ぐらい、まあ、今年来もそうなんですけども、科学研究費補助金、まあ、いわゆる科研費をですね、受けていまして、そのテーマが、非欧米世界における宗教間対話と政治状況の相関関係というですね、ちょっとタイトルはややこしいんですけども、まあ、簡単に言えばですね、具体的な政治的な状況の中で、それぞれ宗教というものがですねどういうふうにこう関係し合ってるかっていうことをこう、研究してきました。で、まあ、それに関係するようなですね発表とか論文なども書いたりしてきたんですけれども、まあ、そういったものをですねちょっとこうまとめてみたいと思っています。もちろんその中では、一神教世界における状況であるとか、それとですね、まあ、日本における状況をどうこう関係させていくか、そういったことをですねこれまでもやってきましたし、まあ、今年もですね、少しその視点で、考えていきながら、まあ、特に、まあ、ナショナリズムの関係、宗教復興とかですね宗教間対話、そういったことをですねいろいろこう絡み合わせながら、何か新しい、視点をですね、提起できないかなっていうふうに思っています。まあ、それもちょっとバラバラにですね論文で出すだけではなかなか、まとまってですね世にそれを問うことできませんので、まあ、なるべく全体をですねまとめて、まあ、本などの形にもですね、早いうちにしていきたいなというふうに思っています。まあ、今年もそういった意味では、まあ、私のですね今のこう関心、特に世界の現状ということをやっぱりどうしても知る必要がありますので、まあ、このイスラム圏ですね、そういったところに出かけていくこともおそらくあると思います。またそういった、旅行先のですね、こともブログなどを通じて、お伝えしたいと、思って、います。まあ、今年ですね1年、まあ、今はこのように思ってますけども、刻々と、事情も変わっていきますので、その都度ですね私が、まあ、何を考えているのかということを、皆さんに、まあ、伝えて行きたいと思っていますので、今年1年も、まあ、どうぞよろしくお願いいたします。